はようございます。8月27日午前9時34分モーニングショットをお届けしたいと思います。まずはじめに、本日の方針でございますけれども、ドル円は106円の1525で売りをイメージをいたしました。ストップロス6の50に置きながら100飛び5円の6555でしっかり、リグイドをするというイメージです。ちょうど100飛び5円の60というのが今の三角持ち合い、日足の三角持ち合いの、サポートラインになります。あまり5円の50が潰れて下がるというイメージ強くはありません。6円台、ミドルを超えましたが、じゃあ逆にその現状ジャクソンホールの前に、105円目指して、5の50を潰してアジアで売っていけるのかどうかというのもはっきり分かりません。戻りは6円の1525で、これは差し値を置いて売っていく方針でいいとは思うんですけど、6円の前半ぐらいであれば打診売りを、スキャル的な発想であればしていってもいいのかなというふうに思います。ただし、今日はですね、いきなり上値が重たくなって、アジアがこう例えばその突っ込んで、ショートをあまり、作ってしまうようだと、またもう一回欧州時間に、上にありそうなストップを引っ掛けられに行ってしまう可能性もあるので、非常に狡猾な、ロンドンのアニマル連中ですね、アニマル勢がこうアジアの傾いたポジションを見て何してくるか、それをある程度待った方がいいのかもしれないなという、自分としては今日は引き気味にアジア時間を考えたいというふうに思います。あまり月末も近いですから、プロの短期勢というのは今当然ジャクソンホールもあるので、様子見してると思います。で、変なポジション作ってですね、月末に大きなロスが出すようなことがないように、当然これはトレードもですね、月の中で、いつやらなきゃいけないのか、いつやらなくてもいいのかというのがありますので、特に現状は今日はやらなくていい日だと僕は思ってます。なので、今日も全て引き気味で、6円台入って値動き見ながら、もし、自分のピンとくるのがあれば、売りから入ると、そんなようなイメージで見てます。ユーロドルは 1.1790、 1.18 と 1.18780 の両サイドで睨み合いです。で、 1.1850 をバックに例えば売るという発想も先ほどあったかもしれません。上が44台が伺いましたので、ただこれ50突破されると当然ストップロス出てくるんで、自分としては今日は様子見です。で、 1.18 の05以下であったら打診買いしてもいいかな程度です。ユーロ円は125円の5565で売りから、ストップは125の90に置きながら124円台9080で買い戻しのイメージです。ポンド円は139円の7060の買いと140円台2030の売りとで拮抗しています。方向感正直言って自分は決められないので今日は様子見です。OG 円は76の4030で買い方向で、76の20でストップ、76の8595でリグイですけれども差し値はしません。ニュージー円も69円の9585で買い、ストップは69の60に置きながら70円台4555でリグイですけれども、これも差し値は今日は置きません。気持ちはですね、ですからドル円が跳ねたら売る、ユーロ円も跳ねたら売るというスタンスで、あとはですね、あまり、入れ込んでやらないようにして、流動性見ながら考えてみたいなというふうに思います。今日あんまり106円バックに5円の後半で、アジアが売りすぎてるようだったら、欧州勢の参入とともに、一回下押ししてくるかもしれませんけど、すぐに切り返してくる可能性はあるので、その動きが見えたらもしかしたらそこで買うかもしれません。あまり無理のないように、今日は過ごしてみたいと思います。また、本日何かございましたらまたよろしくお願いしたいと思います。簡単ではございますがモーニングショットこれで終了です。